まあ結構暑い日が続いてるんですけども、まあしっかり食事もとって、まあ、そこまで疲労感は感じてない感じですね。まあ結構守備はディフェンスラインと中盤の8人でしっかり守って、まあ、そこからカウンターで2トップが出てくるって感じなので、まあ、そこの2トップをしっかり抑えれば、まあ、問題ないかなっていうのはあるんですけど、やっぱ守備が結構硬いイメージがあります。今アウェーで2引き分けということで、まあ、ちょっと納得いかない結果が出ちゃってるんですけども、まあ、ホームということで絶対勝ちたいと思うので、ぜひ応援しに来てください。お願いします。